ドイツ保守党は、低世紀のドイツの保守政党。1876年に、プロイセンの保守党を中心にして決闘された。ユンカーなど地主を中心に支持され、とりわけ、プロイセンにおいて大きな影響力を保持し続けた。第一次世界大戦後の1918年に、自由保守党などと合併してドイツ国家人民党に、改組された。 1889年のドイツ保守党の帝国議会議員たちプロイセン王国の保守党を前身とする。同党は主としてエルベガワイ党の王子主義貴族ユンカーを支持基盤としたが工業化の進展に伴う農業の地位低下で大きな打撃を被った上、プロイセン最小を夫フォンビスマルクによるドイツ統一事業を上からの革命として拒否する立場を取っていたため、 1871年のドイツ帝国建設直後の頃には影響力を低下させていた。しかし1871年以降も同等はプロイセンにおいて権力に通じるポストを多数保持し続けたし、またビルヘルム一世はドイツ皇帝になったと言っても、依然プロイセン国王にして大元帥にして福音派国境界最高恐怖でもあるため、彼らは ビルヘルム一世に絶対的忠誠を誓い続けていた。1870年代半ばになると、プロイセンの保守党内にも、ビスマルクやドイツに対する後ろ向きな態度から脱却しようという機運が生まれた。オリッシも1873年以降の不況の影響でほぼ貿易論が高まっており、ビスマルクも1875年終わり頃から、これまでの自由主義的態度を弱めて保守化し、 保護貿易主義へ舵を切り始めていた時期だった。そのため、ビスマルクの支援を受けて1876年7月に、ドイツ保守党が創設される運びとなった。その名の通りプロイセンの保守党だけではなく、ドイツの保守所勢力が結集する形での創設となった。創設に際して、ドイツ保守党は綱領を制定し、東エルベ地域重視、君主制維持、 中派別宗教教育の強化、経済の無制限の自由への反対、ドイツ社会主義労働者等に断固たる闘争を挑むこと等が盛り込まれた。1879年から1880年にかけて国民自由党はビスマルク支持の保護貿易派とビスマルク反対派の自由貿易派に分裂し、後者は党を去ることになった。以降ドイツ保守党とドイツ帝国党と 国民自由党はビスマルクの与党的勢力を構成するようになった。帝国議会議員選挙は小選挙区制で過半数を獲得した候補がいない。時は上位者2名による決選投票が行われる選挙制度になっていたため、決選投票に備えて選挙協力が必要だった。ビスマルクは1887年に保守党、帝国党、国民自由党に 三党のうち前回選挙で勝利した政党がある。選挙区はその党の候補者をその他の二党が支援し、それ以外の選挙区では統一候補を擁立するという協定を結ばせた。そのためこの三党はカルテルと呼ばれるようになった。1890年のビスマルクの失脚後、ビルヘルム2世による皇帝申請が始まり、新帝国最小レオフォンカップリビの指導の下、 新航路と呼ばれた自由貿易主義的な政策が開始され、1891年から1892年にかけて各国との通商条約が締結されて農業関税が引き下げられた。これはユンカーや地主たちの利益を損なうものであり、保守党は強く反発した。保守党はこの新しい情勢に対応すべく、1892年に ベルリンのティボリーホールで開催した当大会においてティボリ綱領を制定した。その中で穀物価格の維持や農民や主工業者など中間身分の利益擁護を強調した。またこれまでの反自由主義、反社会主義の立場に加え反ユダヤ主義の立場も鮮明にするようになった。これは工業化の波で経済的な困窮を深めていた農村で高まる。 反ユダヤ主義感情に交応したものだった。この綱領は1918年の回答まで維持されることになった。さらに1893年2月18日には、地主だけではなく、中小農民にも支持地盤を広げることを目的として、党の外閣団体農業者同盟を結成した。この団体は、大地主の利益を優先的に追求しながら、 大事主と中小農民の作成する利益を農業利益と称して、その擁護者であることを懸念することによって、中小農民を組織することに成功した。また、中間層にも支持を広げるべく戦闘的な、反ユダや主義デオロギーを採用した。その結果、1900年までに23万人の同盟員を数え、新世紀の最大の大衆組織へと成長した。 この団体を通じて保守党は、大衆的地盤を獲得し、プロイセン貴族党から農業利益党へ変貌した。ただし保守党内には、その変化に対する反発も根強く、伝統的な保守勢力と求心的な農業利益派の対立が生じるようになった。1894年のカプリビ失脚とともに、新航路が終わると保守党は再び親政府的な、 勢力となり、ドイツ社会民主党弾圧を要求して、黒飛び火通法炎牢エシリングスフィルスと最小を支えた。ベルンハルト・フォンビューロー最小の下では、カルテル3党は、政府の対外政策を支持するようになった自由主義左派3派と、ビューローブロックと呼ばれる大連合を結んだ。しかし財政改革案をめぐって、両保守党と自由主義勢力は結立し、 テオバルト・フォン・ベートマン・ホルベーク最小の下では、両保守党と中央党による国政ブロックが政府を支えることになった。しかし総じて言えば、新世紀を通じて、帝国議会における保守党の統制は衰退し、保守党は他の政党から孤立するようになった。帝国政府が必ずしも保守党の意に沿わない政策を取らざるを得なく、なった時には保守党が厳しい政府批判を行うという、 局面も見られるようになった。帝国議会における保守党の比重の低下は保守党をプロイセン地域正当化させ、その役割はプロイセン政治からの帝国政治に厳しい牽制を送るという意味合いが強くなっていった。産休選挙制度という制限選挙のもとにあったプロイセン衆議院においては保守党は1879年以降一貫して第一党であり続け、 自由保守党や国民自由党と合わせて過半数を維持し続けた。また保守党はプロイセン政府や官僚機構と緊密な人的関係を維持していたのでプロイセンの支配的勢力と言っても過言ではなかった。報告代表からなる上院連邦参議院においては最大の大砲プロイセンが絶大な影響力を持っており、 帝国最小もプロイセン最小を兼務するのが通常だったのでプロイセンを抑えている保守党の権力は帝国議会における議席以上に巨大だったと言える。1914年に改選した第一次世界大戦で保守党を筆頭とする右派政党は戦争目的論争において勝利の平和を衝動した。これはドイツが戦勝の結果を確保して 占領地を併合することによって平和を達成するという議論である。これに対して社民党は領土併合に反対し敵国民との和解をもって平和を達成する和解の平和を退治させた。ドイツ革命後の1918年12月4日、保守党、自由保守党、国民自由党右派党が結集してドイツ国家人民党が結成された。党首である議長は 以下の通り、ありがとうございます。